今回は二次三次ライバーの衝撃のカミングアウト8選を紹介するぞ。配信中のライバーの口からとんでもない爆弾発言が飛び出して、周りを騒然とさせるなんてことも、二次三次では珍しくないわよね。ひょんなことから生まれた衝撃発言やちょっと恥ずかしい告白など、貴重な資料を厳選したので最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。一人目はデビューから衝撃発言のオンパレードだった、月の水戸委員長だ。委員長は有名な名言やエピソードも多いのよね。初めての生配信で、エログロで有名な映画ムカデ人間の話をしたんだぜ。清楚って何なのかわからなくなるわね。今回は2018年2月に行われた雑談配信をご覧いただこう。結構昔なのね、活動初期かしら？ああ、数々の元ネタになった衝撃のカミングアウトがこちらだ。で、私今どこでやってるかわかります？配信。洗濯機の上でやってるんですよ。洗濯機の上にノパソ乗っけてやってるんです。だからこれ間違えて起動しちゃったりとかしたらゴンゴンって気になるんで皆さん気をつけてくださいね。委員長、放送開始の宣伝ツイートしなくていいんですか？あ、そうだった、忘れてました。皆さんありがとうございます。洗濯機だって仕方ないじゃないですか、実家ですよこちとら。洗濯機の上で配信ってどういうこと？引き続き委員長の話を聞いてみよう。今から来た方のために説明すると、今私は洗濯機の上にMacBook を置いて、トップっていう洗剤でスマホを固定して配信をしています。はいで中腰です洗濯機に両手でつかみかかって中腰で自分の顔を映しています。大変そうなのに想像したら笑っちゃうわ。当時の委員長は実家の洗濯機の上にノートパソコンを置いて、スマートフォンを洗剤に立てかけながら中腰の姿勢で配信していたんだ。配信スタイルが独特すぎるわよ。その後ファンが作ったオリジナル曲ムーンの歌詞に取り入れられたほか、これがきっかけで洗濯機案件が来たんだぜ。ライブ中に洗濯機が爆発したこともあったわね。リスナーからは、委員長は洗濯機の前で中腰で頑張ってるんだから俺たちも起立したまま頑張らないとな、洗濯機から息をするように名言を排出する女といったコメントが寄せられていたぞ。洗濯機ネタの起源はこれだったのね。伝説の始まりとなったカミングアウトだったな。続いてはコラボ企画で秘密を暴露することになったクズハさんだ。クズハくんの身に何が起きたの？発端は2020年11月、本間ひまわりさん、月の水戸委員長、剣持東也さんとのユニット本間のクズ屋での 3D 地獄すごろく配信なんだぜ。地獄ってどういうこと？実はこれ、止まったマスの指示には必ず従わなければならない上に、クズハさん以外の3人で作成したせいで、クズハの暴露マスなどが用意されていたんだ。ピンポイントの地獄じゃない。しかも、そこに止まった剣持さんや本間さんに暴露されただけでは終わらず、自らが暴露マスに止まってしまうんだぜ。あまりにもかわいそうだわ。クズハさん本人による暴露がこちらだ。めっちゃしょうもない自分の初恋いいですか？暴露いいんだ。いや、それぐらいしかない。いいんだね。どうぞどうぞ。いや、だからその初恋になった理由がしょうもないってやつですよ。いいですか？どうぞ。いや、初恋になった相手をなんで好きになったかっていうと、まあじゃんけんしようって声かけてくれたから。何歳ですか？小学校。初めて人と触れ合ったのかな。小学校の外部とは今遮断してます。小学校何も答えてくれない。初恋話を暴露したのね。じゃんけんで声をかけてもらったことがきっかけなんだな。いつの時かわからないけど可愛すぎるわ。とても100年以上生きている吸血鬼とは思えない可愛さだぜ。コミュ障っぽさは感じるけどきっと嬉しかったのね。他の暴露話は元配信で確かめてくれ。リスナーからは、クズハの初恋かわいいな、これからクズハの配信にじゃんけんしよっていうスパチャが流れると私は予想するといったコメントが寄せられていたぞ。クズハくんから初恋の話が出るなんて意外だったわ。可愛らしいエピソードが聞けたな。続いては初配信から個人情報を開示しまくった100万点バラサロメさんだ。内臓まで見ているからどんなカミングアウトでも受け止めるわ。そんなサロメさんも実は誕生日については非公開にしているんだぜ。じゃあ記念配信を行ったり、誕生日グッズの発売もないってこと？ああ、それでも公表できない切実な理由があるんだ。一体どうしてなのかしら？2022年8月、リスナーの質問をきっかけに明かされた衝撃の理由がこちらだ。なんでサロメ嬢は誕生日が非公表ですの？パスワードを誕生日にしてるからです。怖いでしょ？誕生日パスワードにしてるので
あの、やばいんですよ、もしね、バレちゃったら怖いですわ。なので、はい、やめて、ゾッね、ゾッとしますわよね。スタが誕生日配信できませんわ誕生日をそのままパスワードにしているのね。通りで公表できないはずだぜ。そこまで言うだけでも危ないんじゃない？さすがに誕生日だけではないから大丈夫ということだけど、その後も喋れば喋るほど情報を与え続けるサロメさんだったぞ。正直すぎるサロメ嬢が心配だわ。リスナーからは、身を挺して誕生日をパスワードにしてはいけない理由をファンに教えてくれるライバーの鏡、内臓は晒すのに誕生日は明かさない女、といったコメントが寄せられていたぞ。わからないのは残念だけど納得せざるを得ないわね。代わりにデビュー記念日などにお祝いできたら嬉しいな。続いては脳死発言でおなじみのバーチャルホスト、ふわみなとさんだ。本当か冗談かわからないくらいの適当さが面白いのよね。今回は2020年9月、2時3時、APEX 部2434キルリレー企画より、くずはさん、かなえさんとのコラボ配信を紹介するぜ。この3人だとツッコミ役っているのかしら？本来和むはずのペットトークで飛び出した、ふわさんの爆弾発言に注目してくれ。早速見てみましょう。きち。え、2人とも何も勝ってないんだっけ別に。僕は人間を数匹、あ、引きで数えてるんだ。そうそうそう、ムカついた時とかに一人ずつ。へぇ、ふわくんは令和女っすねちょっとリアルだな、ホストがそうやって言うと。あいや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 、シライフですよ、あえてね。さすがだな。まあ、犬か猫かってやっぱ永遠のテーマですよね。犬か猫か女ってこといや、そこの宅に入れるのはちょっとさすがに、まあちいなお前いやいやいや、やばすぎでしょ、そこ同列には。そっか、ホストってそうだよな。いやいや、ね、なんかホストって多分こんな感じなんでしょ。いや、まあそうなんだ。まあ俺はクリーンな方だけどね。まあ、世の中もっとクリーンな、クリーンな人が女飼ってんだ。えぐいのありそうだね。もうえぐいっすけど、俺はまあだいぶクリーンな方。ペットの話をしていたのよね。まさかの女を飼っているというヤバすぎるカミングアウトだな。その前のかなえさんの最高発言が上塗りされたわね。そこで問題なのは、かなえさんが人間をペットにしているという点で、好きで数えていることじゃないんだよな。ツッコミがずれているばかりか、衝撃度で上回るふわっちがすごいわね。リスナーからは、カナエのド S アピールを圧倒的な脳死度で蹴散らすふわっち本マスコ、これ言っても笑いしか生まれないあたりがふわっちは強い、といったコメントが寄せられていたぞ。ふわっちが言うと笑いが勝つから不思議だわ。クリーンを自称するホストの衝撃発言だったな。続いてはヘルエスタ王国、リゼヘルエスタ第二皇女のカミングアウトだ。ヘルエスタ王国といえば日本のある県に似ているって噂よね。今回紹介するのは2020年9月、視聴者参加型のマリオカート配信だぜ。これはリゼさんがヘルエスタに帰省する前のタイミングで行われたんだ。帰国前に視聴者と遊んでくれたのね。まずは配信冒頭の場面からご覧いただこう。ありがとうございます。明日からね、ちょっとヘルエスタに帰国しますよということで。まあちょっとご時世からね、公共交通機関も大変かなと思って、今回は花ちゃんバギーで帰宅することにしました。だから今日はヘルエスタ帰国杯、これを最後にみんなとワイワイやってお家まで帰りたいと思いますマリオカートでヘルエスタを目指すのね。そしてヘルエスタ帰国レース中に飛び出した衝撃発言がこちらだ。だって普通にでも追いつけない可能性がある。東京初のぞみさんめっちゃ近くにいるな。でもやばいな、東京にいる人とここで会っちゃうってことは私まだまだ全然帰れてないってことか。静岡まではっきり静岡って聞こえたわ。リゼさん曰く、特産品がうなぎパイであるらしいヘルエスタ王国は、以前から静岡説がささやかれていたんだよな。とうとう決定的証拠が出てしまったわね。帰省先の地名が静岡だということは確かだけど、別に日本の静岡県だとは言っていないんだぜ。まだまだ解釈の余地は残っているのね。リスナーからは、正式に静岡出身が発覚した瞬間である、実家の表札にヘルエスタ王国って書いててほしい、といったコメントが寄せられていたぜ。本人は発言に気づいてなさそうだったわ。その後もリゼさんはふるさとに向かって走り続けていたぞ。続いては少年スキヤフ男子 CO をしたことがあるサイグサアキナさんだ。衝撃的なカミングアウトが多いわね。自分自身の可愛いファンアートがきっかけの発言から、
森中かざきさんとの配信などを経てショタコンキャラが定着したんだぜ。かざちゃんとアッキーナのコンビ名は森枝っていうのよね。2019年12月、森枝二人でのマイクラコラボ配信では、三枝さんと友達になろうとする森中さんがかなり攻めた質問をするんだ。もしかしてセンシティブな内容とか？三枝さんが明かした衝撃の過去がこちらだ。1893と。ねえ、三枝くんってさ、何？男の子にさ、ああ。1875、はい。1484、はい。接吻されたことある？接吻？あのね、うん、いや、なんだろう、いや、あのね、うん、はい、ね、ちょっと待って、うんうん、ちょっと待ってね、いや、俺ね、一回配信でね、はい、俺ね、注意したことないって言ったんだよ、はい、言ったことあるんだよ、確か、うん、うんうん、で実際ないのよ、うんうんうん、でもあのなんか飲み会の席で、あのそのさ、ノリでノリで あるじゃん、ノリのやつの、知らないけど、それなんかノリのやつや、ノリのやつあるや、なんか、ね、ああ、なんかいや、なんか王様系を、いや、そうそうじゃなくて、なんかなんかね、あんのよ、なんかあんのよ、え、どういうこと、あのノリ、そういうノリがあんのよ、え、そういうノリじゃないの、なんかゲームしよう、イエーイ、いや、違う、ゲームとかじゃないの、なんかえなんかね、なんかあんのよ、まあそういうのがはそのノリで、まあ、あの奪われたことあるね、奪われたこと、そう、別に俺から注意したわけじゃないけど、まあ奪われたことはあるけど、でもそれ脳幹だと思ってるから脳幹です、はいはい、はい、あ、でもあるっていうことか、まあまあ脳幹、質問も答えも衝撃的すぎるわ、聞かれて答えてしまう三枝さんが正直すぎるぜ、忘れたい過去を思い出しちゃったみたいね、ピンポイントで黒歴史を掘り起こした森中さんもすごいよな、というか罰ゲーム以外でそういうノリになるのが驚きだわ、逆に三枝さんから女性同士ではどうなのかという質問も出ていたぞ、かざちゃんの答えも気になるわね、リスナーからは、アッキーナ、そのノリは多分女にはわからんよ、可愛いよ三枝、結婚しようといったコメントが寄せられていたぜ、使用できるくらいの自然な空気感が良かったわ、攻めのトークで友情を深めた森枝だったな、続いてはエデン出身のボディーガード、レイン・パターソンさんだ、スタイルもいくてかっこいい大人の女性って感じよね、一見クールそうなレインさんだけど、実際は幼女扱いされているんだぜ、確かに可愛らしい声をしているものね、今回紹介するのは2021年8月、レインさんの APEX 配信中の出来事だ、リスナーの質問に答えようとして大きな勘違いをしてしまうんだ、一体何があったのかしら、可愛い勘違いからのカミングアウトがこちらだぜ、パッドってなんだ、パッド？天然だぞ、天然物だぞ、ん？どういうことだ、パッド、パッド、パッドぜ、違う、これはなんかニップレスらしいぞ、パッドじゃないらしい、何？コンパタ、コンパタ、コントローラー、コントローラー、コントローラーです、はい、何の話をしてるのかね、君たち何の話をしてるのかねなんでそんな難しい言い方するの、なんでそんな難しい言い方、何パッドって、もうパッドはそう、なんかそれか iPad のことじゃんねえ恥ずかしい、恥ずかしいよ、恥ずかしめられた君たちに、恥ずかしい、パッドの意味を間違えたのね、マウスとキーボードではなくゲームパッドでプレイしているのかという質問で、リスナーの言うパッドがコントローラーのことだとわからなかったんだ、ゲームのコントローラーのことをパッドって呼ぶなんて知らなかったわ、確かにゲーム慣れしていない人には馴染みがないのかもしれないな、半泣きで恥ずかしがるパタネーが可愛すぎて幼女と呼ばれるのも納得しちゃったわ、リスナーからは、仮にパッドの方で聞かれてたとしてもバラさなくていいことまでバラしちゃうあたり、パタネーほんとキョロくて可愛い、天然すぎて少し不安になる保護者感、声が震えてて恥ずかしいに聞こえてほんと可愛い、といったコメントが寄せられていたぜ、いろいろな意味で天然なことが判明したわね、天然幼女の可愛い仕様だったな、最後に紹介するのは2022年7月に活動終了した真由澄海さんだ、どこかでみんなの配信を見ているのかしら、ツイッターで二次三次破壊師を名乗っている真由澄さんのことだから、きっ
っと今も見守っているんじゃないか。永遠に二次三次推しってことね。そんな真由澄さんは2020年8月、クズハさんとイブラヒムさんとのコラボ配信で、二次三次愛に溢れた発言をしているぜ。早速見てみましょう。あ、さ、ボイス最近台本いろんな方に書いてもらってんだけどさ、うんうん、なんか好評だと台本の技量を信じざるを得ないよね。うん、台本は実際大事じゃない、やっぱ。大事要素だはず、うん、いや俺そうなんだよな。あれどこ行ったっていい。上の階に弾を置いとくね。 OK。 台本かなりでも重視していいはず。あ、これアーマーパックか。アーマーパック。実際あのクレアさんが書いたクズハさんの台本結構俺好きだなって思ったしね。あ？お？買った。買ったってこと？え、うん。言わなかったっけ？あれ？言ってないか。買ったの？クレアさんにだけ言ってたわ。買ったの？え、うん。はず。はずいけどね。俺イブラヒムの台本たまに買ってるよ、ボイスも。はず。どういう心境でファイアーセール開店中。ライバーのボイスを買っているの。二人とも自分のボイスが買われていたことを知って驚いていたな。ボイスって実際どういう感じなの。シチュエーションや設定に応じて聞き手に話しかけている。音声だけの短編ドラマみたいなものだぜ。それは同僚に聞かれたら恥ずかしそうね。以前高宮リオンさんも同じ仕様を受けて絶句していたくらいだぞ。かなり衝撃的なことなのね。リスナーからは、まゆゆ、勉強や参考のためにいろんなライバーのボイス、男女問わず買ってるって昔どこかで言ってたな。さすが箱推しの男、面構えが違う、といったコメントが寄せられていたぞ。ボイスまでチェックしていたなんてすごいわね。箱推しが証明された見事な仕様だったな。さて、紹介は以上だが、どうだったかな？うっかりから出た発言や明かしてくれた秘密、いろんなパターンがあったけど、ライバーたちを深く知れて面白かったわね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にも衝撃のカミングアウトがあればコメントで教えてくれると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくから、チャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。